ビビるのめちゃくちゃいるやん。おお、戦闘ラグナ編のさ、戦闘音楽めちゃ、お、なんかヒーローみたいんだけどヒーローみたいにいいんだけど。いった、一応ドローエスタ編。あー、うん、特に魅力的なもんはないか。ガーディアンフォースしちゃうか。はい、強いワンパンやないかい。いや、ドローがなかったらもうガーディアンフォース最強だからな。いや、まだ戦うっていうのか。いくらいたってもうこちらの召喚獣無双にかなうわけがないだろう。おしゃれかな、これ。おしゃれかな、軍服。どうだろうね。オッケー。いやー、召喚獣強えし、モーション長いのは3倍にすればいいから、マジでサクサクかもしれん。お、レベルが上がっていく。あ、そういえば、応援っていうの覚えたけども、何だったんだ、あれは。ここは逃げたもん勝ち。これ分岐してんのかな？え、右と左行ける。右行ってみる？お？はしごが下。一応分岐か。あ。あ、下か、オッケーオッケー。戻っちまったよ。で、下に降りて。いや、分岐は覚えるの大変かもしれない。全部行きたいよな。お、いた、どうした？足がつった。お前、女性の前じゃないのに。運動不足か。え、これ過去編だとしたらさ、記者になりたいって言ってたよね。あのさ、ティンバー社の編集長、あいつ名前あったっけ？ワンチャンラグナっていうことを、ね、これさ、FF7、 ちょっと待って、この色はちょっと FF7 大魔光の光を発してないか。なんか拾ってみようか。古い鍵。あ、おけつのポッケに穴が開いてる。え、どういうこと？え？は？バカじゃないの？いやいやいや、今拾ったからここでしょ。え？え、本当になくしたの？え、結構重要なアイテムだったんじゃない？マジか、バカ。おけつのポッケにとか言ってる場合か。え？いや、結構奥まで来ちゃった。これ正解ルートっぽくない？スタートに戻ってさ、直線ルート一旦行きてえな。なんだこれは。タッチのレバーが弱ってるだけ。これだ。ん？こいつを使えば、いくらしつこくね、ばっこい奴らでも二度と復活できねえ。何の話？天才をバカにする奴は天才泣くっていうかな。お前1円だったんか？同じこと、そうだね、そうだよな、1円のことよな。あー、うるさーい。とにかく、このハッチのレバーは壊れかかっている。落とし穴作戦っていうことか。え、ってことは、今もう一回この左行ったらさ。え、ちょ、待て。自分が引っかかるパターンじゃないの、これ。あ、そうか。ああ、そうだね。レバーを引くといけなくなるのか。まだいける？一旦奥だよな。一旦。
ちょっとさ、やっぱこっち正解ルートっぽいじゃん。で、ここ罠仕掛けたら戻れなくなっちゃうから、スタートの気になってるところ一回見に行くわ。ん？こっちにも行けた？登っていける。あ、なんかポケモンだったらこれを落とせそう。動かせないか。そしてここも右と奥両方いけんな。いや、分岐が多いから正解ルート行って戻れなくなるの嫌なんだけど。いや、ちまちま進んじゃうわ。うわ、正解。ちょ、待って、全部正解っぽく見えてきた。待て待て待て。こっちの上に行ってなんか落ちてるな。なんだこりゃ。赤、青と赤のスイッチと導火線が2本。おい、コナン君は赤い糸切れないパターンじゃないのか、これは。ダイナマイト。青い導火線は短いからそこの岩よ。あ、でさっきの赤いやつ、赤いやつだとさっきの岩ってこと？どのくらいの破壊力があるかわからん。ダイナマイトを今ここで使う気か。いや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 、道塞がっちゃう可能性もあるな。いや、ここ、ちょっと待とう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 。うーわー、こっちも正解っぽく見えてきた。もうわかんねえ。とりあえず、手前から順番に気になっているところを、さらに3分岐。あー、でもこっち行けない。あ、右ドローポイント。コンフューか。お、あ、降りれる。あ、おい、さっき引き返したところさ。お、ループ。おいおい、引き返したところここやん。全然引き返すことなかったっていうか、もうちょっと先まで行けば。そうしたら、ここを作動させて、で、左に。あ、ざま。これ自分、降りた方がいいのかな。あ、お、お、降りられない。いや、なんか、行けるんだったら、下も気になったなと思ったけど。あ、で、最後、こっち？いや、ギミックやるか。いや、近い岩を爆発させたらさ、ウォードさん死にますよね。さすがのウォードさんといえども、真横のダイナマイト爆発させんのはゲームオーバーじゃない？遠くよな。ここならそんなに爆風も来ねえ。あ。あれ、今下行けたんかな？まあ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 。え、これもしかして、この岩を、あ、いける。もう一回遠く？あ、それもう、あ、じゃあ行くしかねえ。逃げろ。あ、あ、穴が塞がって、え、うまくいったってこと？で、結局上は？なんか戻ってきたけど、さらに行けちゃうんだけど。うわ、新しい敵、インビジブル、デスペル、欲しい。お、そしてカード化。いやー、ちょっと早くカード化しちゃったから、デスペル全然取れんかったけども。
いや、まあ、ボス戦とかで使う分には、オッケー。さっきのとことは違うよね。岩で塞がれてセーブポイントか。一個行ってない場所ありますね。戻りますか。そしてこっちよな。いや、またかよ。 あと一歩行ってればループって気づけたじゃん。また一歩手前で戻って、すげえ遠回りしてきちゃったよ。そういうことか。もう見殺しがいい。さあ、もしかして、最悪なパターンかしら？あ、イベント戦っすか？いや、しかし、音楽は雑魚戦？なんかあれかな？ショットガン、さっきまで3倍言ってたから すげえゆっくりな気がする。エスタヘだから、イベント戦だけども、特に特殊なものはドローできないか。さあ、別に最悪ではなく、ただの雑魚、鼻の頭がムズムズする。あ、永遠に終わんないパターンで、海に飛び込むパターンか、これは。おっ、ぶんの HP1 にしてくる技か。油断なんね。見ろよ、海だぜ、助かった。本当か？下にちょうどよく無人のボートが3台 なんでついてるんだ、俺たちを。ガルバディアまで逃げられる。ばあちゃんに言われなかったか。悪いこと言葉にすると本当になる。ああ、言われたな。ぜひ。なんだって？喉やられたみたい。た、か、なんだって？楽しかった。ラグナとキロスと、え？かゆうま？いや、ウォード？嘘でしょ、ウォード。え？キロス？3台あるんだって、ボートが。いや、ちょうど帰れるんだよ。投げ落として大丈夫なんか。その弱ってる人投げ落としたら、すげえ勇気だ。お前らすげえ勇気だ。お前が落としたんやないかーい。浮いてきても、ここで戻んの？待て、大丈夫だった？いや、めちゃくちゃ気になる続き。またラグナー。今度はね、でも夢の中に行けたメンバーが違う。いや、めちゃくちゃピンチだったよね。召喚獣と何か関係が、やっぱりあるんじゃないかな。いや、めっちゃ気になる。あ、いや、謝られた。いいよ、もう。え、なんか今一瞬、なんか出た気がしたな。
やべえおいおいおい、魔法ケアル間に合い、やめ、おお、ナイス、キスティス先生。そう、さっき HP1 にさせられたからか、危なかった。あ、そして、おいおいおい、ガーディアンフォース、ジャンクションが剥がれてしまっている。ゾンビが盗めるのか。いやーでもちょっと部が悪い、一回逃げよう。あ、そうか、リノアがあれか、ジャンクションを剥げてたのか。セルフィー、あ、いや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 、あ、もうせっかくだからリノアとセルフィー入れ替えちゃう。それでもいいか。あ、でも魔法持ってんのはリノアなんか、ややこしいな。そして、ガルバディアガーデン、左下。左下？あ、いけた。とりあえずの外観無事そう。うわー、無事じゃねえ！バカバカバカ、めちゃくちゃ攻められてるところに。こういう感じなんだ、浮いてる。いっちゃまずいんじゃないこれは。うわ、普通になんか、普通に、これ、仲間？え？どういうこと？攻められてるわけじゃない、これ仲間？そうだよね、お姉ちゃん教えて、どういう状況？あなたたちどこの生徒？ガルバディアってロボットの国で、これが普通ってこと、攻められてんのかと思ったよ。こんにちは。魔女はガルバディアの首都に滞在している。見たっていうか、出ました。テレビ出ました。再び魔女の時代が来る。いや、魔女って言ってさ、そんなことが許されんのか。ね、かなり雰囲気違うよね。だから、バラムガーデンは、バラムガーデンがスコールたちの出身校よね。だから、そこが召喚獣のガーデンで、ここは魔導スーツのガーデンっていうことか。静か、いいとこねえ、ここは私に任せてくれる？あー、何度か来てる。そもそも私たち入れますかね。あ、キスティス先生が抜けてしまったわ。持ち逃げダイナミックしてない？持ち逃げダイナミックされた気がする。ちょ、待て、持ったままだけど入れ替えで OK か。あ、一応、はあ、入れたけどもゼルがセーブして、お、呼ばれた、応接室。話しかけてくんねえ。静かなガーデンだからか。そして眩しいガーデンだな。めちゃくちゃ呼び出されてるけど。この世で一番強いカード、キャラクターカード。で、2番目がボスって言ってたね。でもそういう会話してるってことはさ、怪しいな、ここ。待て。上行けて。
落ちてんだろう。キャラクターカードってやつがよ。え、めっちゃそんな話をするということはあるってことじゃないの？ちゃうんか。あ、すいません、いい年してカードなんかやって申し訳ねえ。レイズ、あ、こいつら、ちょ、私も腕立てします、私も腕立てします。お前らお前ちょっとさ、わざとさ廊下走ってさ腕立てしてさ、今ちょっと ミニスカートだからっていいことに、あ、見られてま、ちょ見られてる、我々も見られてる、危ない、ちょ、あ、でも奥が気になる、ちょ、奥行こう。シェル、そしたらやっぱ女の子の後ろからおい、このさ、女の子2人連れてる状態で女の子の後ろから階段を登ろうなんてことしたらさ、それはそんなことが許されんのは時短だけ。あ、出てきた。で、右って言ってたっけ。え、影の交流、怪しい。いや、でも一応バラムと関係がある。ロックさん、なんだ。いや、応接室行くか。全然。デリングシティを中心とした西の大国、ティンバーやウィンヒルなどの都市も傘下に収める。だがガーデンもガルバディア領内だけど、基本的にガーデンは中立。微妙なんだよこの関係が。あ、なるほど。お、ダブルでかい。結構ドローポイントがいっぱいあんね。いやー、そしてなんか後々ここで演説しそう。そうしたら応接室、なかなかいい場所っすね。待ってろと言われたものの、あ、めちゃくちゃでもガラス張りで綺麗じゃん。ここも学園祭ってあるのかなもう学園祭のことしか頭にないじゃん。共同学園祭とかやったら盛り上がるかなみたいな、人儲けしてやろうみたいな。お、先生どうだった話は。私たちの事情は理解してもらった。あ、よかった、バラムガーデン無事。ティンバーでの大統領襲撃事件は犯人の単独行動だと判明した。すべての責任をサイファーが背負った。いや、でもバレてたじゃんガーデンの関与。大統領はあえて見逃してくれている。バラムガーデンの責任は問わないというガルバディア政府の通達があった。いや、裏で何か。裁判は終わって刑も執行された。いや、でもサイファーいなくなってたよね。いや、処刑されちゃってないんじゃない。だって魔女と共にどこかへ行ってましたよ。捕まっ、処刑されたんか。